と言われる水球。週末日本選手権が行われ、出場8チームが頂点を目指しました。そのハイレベルな戦いを私高畑が取材してきました。戦いの舞台はここ水球の町柏崎市。49年前の新潟国体で水球会場に選ばれたことがきっかけで、初めて柏崎市に水球のチームが誕生。今ではジュニアからシニアまで全ての世代でクラブが存在。市民から企業、そして市長まで地域が一体となり水球を応援しています。そして今大会の注目は元水球日本代表のキャプテン青柳寛擁するブルボンウォーターポロクラブ柏崎。初の地元開催で連覇を狙います。企業の協力もあり、行政の協力もあり、そして市民の協力があってできたチーム で街を挙げてこう日本一を取りに来ているってところを全国に見せればなというふうに思います。準決勝は現役の大学生チームが相手。序盤から試合を優位に進めますが、第3ピリオド同点に追いつかれると一気に逆転を許します。そのまま悪い流れを断ち切ることはできず準決勝敗退。地元で日本一の夢は若く勢いのあるチームの前に崩れ去りました。点を争う激戦となりましたけれども、自分たちもチャンピオンであって、まあ、勝てると思い込んだところも多分あったかもしれませんし、うちのチームは若くなって思います。その翌日3位決定戦、集まってくれた地元市民のために勝利を。青柳を中心に得点を奪います。第3ピリオドには青柳から流れるようなパスワークでゴール。13対9で快勝し大会を3位で終えました。私たち負けましたけれども、それでもこう市民の人たちが最後までこうやって応援してくださるってことは本当にありがたいですし、まあ、目的はですね、やはりこう日本代表を強化することを手伝っていきたいということがありますし、日本代表選手を一人でも多く輩出してですね、街を挙げて水球に変わることはどんどん進めていければなと思います。水球の街柏崎から世界の舞台へ、ブルボンウォーターポロクラブ柏崎の挑戦はまだまだ続きます。